かっこいいよ。どうしたのこれ。つか、原宿。ごめんなさい。はい。どうも。あ、はい、どうも。こんにちは。あの今そこであの掃除のおじさんに入ってもいいってことになったんで。勝手なこと言ってんの。あ、そうです。あのそれで来たんですけど。急におじさん誰ですか。いやいや、僕はおじさんじゃないですよ。え、どう見てもどう見てもおじさん。いや、あの僕はこう見えても14歳なんです。あの中学無理あれだろ。いやいや、中学2年生なんです。中2。そうだよ。嘘。いや、本当ですよ。葛城康介と言います。康介、康介、葛城さん。実はあの僕悩み事があって、その相談に乗ってもらえたらと思って、それで来たんですけど。悩み事いいですか。あ、聞いてもらえますか。なるほど。聞いてもらえますか。実は今度修学旅行に行くんですけども、この修学旅行で私服にならないとダメなんですよ。ダサい私服だとなんか女の子にますますなんかダメだって言われちゃうじゃないですか。ああ、一番の見せ所ですもんね。そうなんです。だからあのお二人にあのかっこいいファッションをなんか教えてもらえたらなと思って。ああ、ちょうど今服出してなんで。ああ、そうなんですか。いらない服とか。かっこいい服ばっかりじゃないですか。いや、教えてもらいます。いいですよ。じゃあ着ていきます。じゃあ。ああ、着ます。やったー、ネッソーあのこれ今学校で流行ってるんですよ。ちゃんとコーディネートして葛城少年をモテ中学生にしてやってくれよ。ほら、なんかちょっとほら、あ、メガネね。バトメガネとか流行ってるからね。黒縁とかほらおしゃれって感じじゃない。あ、なるほどね、うん、なんかじゃあ、はい、まずこっち。あ、はい、これ今こういうの俺もつけてるしね、うん、これどうすかね。あ、先生だ。余計おっさんくさいわ。おっさんくさいわ。おっさんくさいのはダメですよ。ちょっと試しに、これちょっとあのちょっとひねりを加えた感じ。ひねり、あ、はい。これどうですかね。なしで。これなしですか。なんかこれね、ストロハットみたいなのも流行ってるじゃん。帽子かっこいいですよ。帽子は自分で被るんです。帽子は自分で被ります。でも角度とか後期は教えた方がいいですよ。なんかいや帽子は自分で被ります。帽子は斜めにしないと。もうちょっと。いやあ、そうです。ではい、まあそうですか。まあ自分でやるっていうんだから。はい。やってるじゃないですか。これはいいですか。続いて上着をチョイス。じゃあ上決めちゃおうよ。なんかさっきこういうの合うんじゃん。あ、かっこいいじゃん。こういうなんかちょっとファーっぽいね、うん、もちろんあの色もあってなんかモコモコしててだいぶですね。ええ、まあこうだね。ああ、ちょっとまだね。すいません、帽子一回取ってもらって。いや、帽子一回ちょっと帽子は自分で取って。帽子は自分で取ってます。ああ、なくてもまあ、うん。じゃあちょっと、はい、帽子変えてみようよ。帽子変えるか。こっちなんかニット帽的なね。ああ、いいじゃんいいじゃん。ちょっと、あの、帽子いや、手です。帽子どうですか。ああ、もうちょっとおでこ隠した方がいいんじゃないですか。どうしよう、深めの方が多分。はい、うん。いや、なんかこれじゃなんかちょっとダサくないですか。そうですよ、ね、はい、これはちょっと。こんなんで本当かっこよくなれるのか。インナーのせいもあるよ。インナーですか。インナー買いましょう。あ、はい、わかりました。ちょっとじゃあ、はい、で、はい、あ、じゃあもう、なんか T シャツも出て。 T シャツも、あ、はい、インナーどうしようか、はい、中学2年生だろ。なんか中学だったら。どうした大丈夫ですか。ゆっくり。はい、じゃあインナーじゃん。なんかさ、爽やかなの意識して、はい、うん、こういうのとか。あ、こういうのなんかいいんじゃないですか。こういうのなんか寒くないですか、今の時期。いや、まあこの上にもなんか着るんで、うん、これ着れたら相当の、はい、これ似合ったらね。これなんか、うん、やったほうがいいんじゃないですか。これ、あ、これ、はい。あ、なるほど。なんか、ちょっと裸の大将って感じ。いやいや、これはもちろん、あの外行っちゃうとね、着ないとね。いつもあの学ランで色があんまりないから。あ、ね、差し色としてね、今回ちょっと色を入れてみてもいいんじゃないですか、うん、これで色。はい、でね。えひどい。どうですか。いや、じゃあバンダナ。あ、バンダナ頭に巻いてみる。頭に巻いてみましょうか、はい、じゃあ、はい、頭にバンダナ、ね、
巻き方もやっぱあるだろうから、まあこう、コーヒーがちゃんと巻いてあげて、こうして、いやいや、ちょっと、これで80年代のアイドルっぽいよね。やっぱこれ上着やめましょう、ね、キャンセルしよう上着ね。でさあそろそろモテファッションビシッと決めてくれよ。これちょっと着てもらったんですよ。かっこいい髪技だこれ。いやこそうですか、かっこいいですか、すごい吉川晃司みたいですね。これじゃあ、これ、はい、つけていただいて、バンダナもうちょっとあの、こっち上にしてあげて、これちょっとあの、かぶってあげて、いや、ちょっとなんか、かっこいいポーズかっこいいポーズ、ああ、そうだね、こういう自然ですね。なかなか見れない。もう、あ、じゃあこれにしますよ。もうこれは修学旅行行ったわ。これ持ってるんですか。あ、そうですか、うん、ちなみにあの、はい、彼女とかはいるんですか。いや、彼女いないんですよ。あー、だから全然持てないんですよね。彼女がいたらさ、ねまだちょっと変わるじゃね。いやいや、あの、実はあの、うちの兄とかがですね、突然家を飛び出したと思ったら新宿2丁目でマッサージ屋さんとかやってて、うん、そのイメージがあるから、なんかそれで持てないんですかね。まあ、そんな落ち込まないよ。元気出してください。はあ、もう元気出せよ。はあ、もう元気出せよ。はあ、元気出せよ。